こんな感じ。オリーブオイルかければなんかいい感じになるね。はい、どうもジェニファー・ロペスです。はい、ということでですね、今回はもう僕も結構限界になってきたんですよね。ピリオドの向こうに行きたくなってしまいまして、ピリオドの向こうに行ける絶品おつまみレシピやっていきたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ。今回はね、ほんと簡単だから材料紹介はしません。ということでですね、このみょうがをね、切っていくんですよ。もうこれね、この縦割りにするんですね。これね、縦割りに、うん、で暑い時期に一番食べてもらいたいおつまみなんです、これね。じゃあこれで千切りしていきます。もう限界です。よくある質問に、なんでそんな酔っ払ってて料理できるんですかっていう質問が来るんですけども、得意体質だと思います。多分大体ね、僕締めにスパゲティ作るんですよ。スパゲティが一番得意だから、締めに行く頃にはベロベロになってるんですよね。ほぼ記憶ないんですけど、あまりにも料理作りすぎて多分体が覚えてて、記憶がなくても体が作ってるんだと思います。はい、僕のことは参考にしないでください。このね、みょうがっていうのはね、皆さんそうめんの薬味とか、ね、しかあんま食べないと思うんです。これはね、これとね合わせることによって最大のポテンシャルを発揮するんですよ。おっきめの生ハムでやってください。これでもうちょっとさ、ボリュームを持たせてね、巻いていくとね。じゃあ巻き巻きしていきます。マイク巻き巻きしていきます。お、いいんじゃないですか。ほら、はい、こんな感じでね、たっぷりたっぷり巻いていきましょうね。はい、マイク巻き巻き。おう、いいじゃない。はい、はい、こんな感じで、すべて持っていきます。なんかジャズだな、呼ばれてるかな。難しければ難しいほど1本あたりの僕の酒の摂取量は多くなっていくんです。じゃあオリーブオイルをかけまーす。オリーブオイルかければなんかいい感じになるね。で、胡椒ね、かけてください。こうやって、あ、綺麗でしょ。うん、うん、完璧や。そう完璧だって。皆さん、スタッフ OK 出ました。なんか目でもだいぶ完璧だった、うん。ということで、皆さん、やっぱオリーブオイルのね、光沢がね、肝だったわけですね。腐っても料理研究家なんでね、みょうがの生ハム巻きの完成です。はい、じゃあですね、できました。食べてきます。いただきます。お、辛じゃねえか。お酒を作ります。ドーン。僕はハイボール、もしくはね、ワインでいきたいと思います。今回はハイボールにさせていただきたいと思います。ジャックダニエルね、こいつに、パワーを注入していきます。アルコールイズパワー。はい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 。おっと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 。いただきます。カチカクですね。カチカク。いただきたいと思います。いただきます。あ、つまみだこれは。好き。まあ、生ハムってね、やっぱ塩気すごい強いんですよ。お肉の、ね、フレッシュな香りと熟成された香り。みょうがってもうもはやハーブですからね、これね。シャキシャキとしたこのみょうがの食感と柔らかな生ハムの食感が、まあ、非常に合う。これは僕ね、このつまみ僕大好きなんですよ。これこれって楽しんでる姿を見せつけたいと思いまして。おー、うまい。これは生ハムの塩気とこのシャキシャキ感、それにね、オリーブオイルのコクと香りと、あ、ブラックペッパーのこのスパイス感がもう、こんなに簡単でこんなにうまくていいのかと。ということで乾杯。あー、夏がすげー風邪さん。今回はもうレシピというより僕の趣味で撮ってるので、今の時期にやった方がいい。みょうが今一番美味しいから、もう本当にいい感じになっちゃった。いい感じになっちゃったので、いい感じにいい感じでやりましょう。ありがとうございました。
焼けた後の野原みたいな、これ別に使ってもいいけどさ、ちょっと待って、あのこれ使ってもいい、ちょっとさ、なんかさ、これもう今作ったんだけど、なんかね、あの美しくない、さっき夢川とか言ってたけど、ちょっとさ、あのもう一枚さ生ハムあるからさ、あれでやっていい、ちょっとこれね、